どうもこんにちは、中野篤です。それでは動画を撮りたいと思います。ロト6の予想を今からしたいと思います。それでは始めます。まずは1からだけど、1はないかな。昨日の当選数字から考えたら桁違い、確かに21は出てるけど、21から1っていうのはちょっと遠いかな。可能性はゼロではないんだけど、多分ないかな。21から1っていうパターン。だから1はやめて、次は2か。2は、桁違いの22は出てるけど、出てるねんけど、ちょっと数字が離れてるな、2も。2もないと思う。続いて3。3は2回前に出てるから、僕はないかな、個人的には。続いて4。4は可能性はあるけど、5が出てるから、5から4っていうパターン。まあ可能性はゼロではないんだけど、回数は少ないかな。5から4っていうパターンが。一応過去のちょっと確認してるけど、5から4。5から6っていうのは多くて、5から4っていうのはあんまりない。1回やったかどうかっていうぐらいやから。だから4は可能性は、まあ、ちょっと低いかな。次。5。5は出る可能性はある。引っ張りで。過去に5回から6回ぐらい。確か5の引っ張りが出てるから。可能性はあるから、候補数字に5を入れてと。次、6。6は正直悩むな。2回前に6が出てるから、ちょっと難しい。ちょっと確認しようか。1回おきにまた6が出るかどうか。6は正直悩む。結構、ロト6は6出てる回数多いから、1回おきに出るかどうか。連続では出てんねんけど、1回おきに来るかな。引っ張りは多いねんけどな。1回おき。1回。今のところ1回だけかな。2回。回数はやっぱり少ないな。2回やから今のところ。だから多分6はないかな。次7。7が来るパターンは、7が来た時と8が来た時と桁違いだけど、どれもないから可能性は低い。次8。8もそうやな。7が来た時、あと8、9が出た時に8がよく出る。桁違いもないから8も可能性は低い。9。9はロト6はそんなに出ない。ロト7は9は出てる回数多いねんけど、ロト6に限って言えば9の出る回数は少ないから可能性は低いかな。次10。10は、10もそんなに多くないよな。桁違いの30出てるけど、正直ちょっと微妙なところ。可能性はちょっと低いと思う。次11。11は最近2回連続で出てるから多分出ないと思う。次12。12も2回前に出てるから、
多分ない。そして13。13が来るパターンは3が来た時と13、14が来た時が多いから、どれも出てないかな、可能性は低い。次、14。14は、14もないかな。桁違いもないし、近い数字もないから。次、15は来る可能性がある。16が出てるから、15は入れて、次、16。16も引っ張りで出る可能性があるから入れて、次、17。17は、可能性はちょっと低いと思うねんけど、17は桁違いで出る感じかな。16から17っていうのは最近あったけど、あんまりこのパターンは来ない。多分17はないと思う。次、18。昨日10番台が本数字出てないからちょっと難しいな。18はないかな。離れてるもんな。次、19。19は引っ張りと桁違い。で、出る感じやから多分出ないと思う。それでは一旦休憩したいと思います。もも上げ50回スタート。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、40、41、42、43、44、45、46、47、49、50。次は両手を組んで前に伸ばす。30秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。傾ける10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対。2、3、6、7、8、9、10。肩甲骨を寄せる運動を10回3セット。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。2セット目。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。3セット目。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。次は、お腹のマッサージ。それでは続きしたいと思います。よっしゃ。次は20。20は出る可能性があるかな。昨日30と21が出てるから来る可能性はある。だから20入れて。そして21。21は引っ張りが本当に多いから可能性はある。そして、22。22は、このパターンの場合は、22は逆に来る可能性低いかな。22単独だったら引っ張りで来る可能性あんねんけど、21、22って並んだ場合、この場合は、出る可能性は低いんじゃないかな、22。過去に、21、22って続いたとき、その次の回は22出てないことが多いから、21は出てるけど、だから22はちょっと可能性は僕は低いと思う。22単独だったら引っ張りで来る可能性あんねんけど、21、22って続いてるから多分ないかな。次、23。23は逆に出る可能性がある。このパターンで
何回か22から23っていうのが出てるから入れて、次24。24は見たところ桁違いが多い、その数字の出方。ロト6は、ロト7は引っ張りが多いねんけど、ロト6に限って言えば、引っ張りが圧倒的に多いかな、数字の出方として。だから24は僕はないと思う。次25。25はまあ可能性はあるけど、桁違いの5が出てるから。微妙やな。まあ一応入れとこうか。桁違いの5出てるから。次、26。26も可能性がある。16と36が出てるから、桁違いで出る可能性がある。あるから26も入れて。次、27。27は多分ない。27は引っ張りと桁違いが多いから可能性は低い。次、28もないかな。離れてるし。28が来るパターンは38から28。このパターンが圧倒的に多いから。次、29。29はどうかな。30から29。このパターンがあるかどうか。30から29は、30から20、見たところなさそうやけど、30から29。ないな。だから29は出る可能性はちょっと低いかな。ないもんな。だから29はなし。次30、引っ張りか。30の引っ張りは、まあ、可能性はゼロではないけど、1回、何回あるか。30引っ張り。探すのが大変やな。30の引っ張りが何回出てるか。今のところ1回だけ。30。引っ張りはないな。だから30はちょっとやめとこうかな。続いて31。31は来る可能性がある。また。だから入れて、次32。32も引っ張りか。ここは難しいところ。32。いやー、どうやろな。引っ張りなくはないんやけど、そこまで多くはないかな、32。それにここ最近3回連続で出てるっていうのもあるから、多分、引っ張りは来ないんじゃないかな。次、33は来る可能性がある。だから入れて、次34。34は桁違いで来てるイメージやから多分ない。そして35。36から35は、どうやったかな。
あんまりなかったと思うねんけど、36から35っていうパターン。36から35はないな。36から37っていうのは何回かあんねんけど、36から35は今のところないから可能性は低いかな。35。次36。36は多分ない。37。37は可能性があるから入れて。38は、38は桁違い出てないし、39もない。38も出てないから多分ない。続いて39。39は38が出た時によく出てるからおそらく出ない。次40番台やけど、40番台はここ最近出過ぎてるから来る可能性は低い。40から43。多分ないん違うかな。それでは一旦休憩して、もう一度確認してから予想したいと思います。足を大きく開いて、側頭部を持って斜め前に倒す。30秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、21、28、29、30。反対。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。前に倒す。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。もう一度。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。反対。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。エアクロール50回スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、4、5、46、47、48、49、50。反対。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、29、30、31、32、33、36、37、38、39、40、41、42、45、46、47、48、49、コーチ。お尻に力を入れる運動10回3セットスタート。力を入れて緩める。2回目、3回目、4回目、5回目、6回目、7回目、8回目、9回目、10回目、2セット目、1回目、2回目、3回目、4回目、5回目、6回目、
7回目、8回目、9回目、10回目、3セット目、1回目、2回目、3回目、4回目、5回目、6回目、7回目、8回目、9回、10回目。よし。もう一度確認したいと思います。まず1からだけど、桁違いの21は出てるけど、1が出るパターンは3が出た時と2が出た時が多いかな。あと21か。21ちゃうわ。11や。11が出た時が多いかな。どれも出てないから、1は可能性ちょっと低い。続いて2。2が来るパターンは、2が出た時と3が出た時が多いかな。22出てるけど、ちょっと遠いから、出る可能性は低い。次、3。3は2回前に出てるから多分ない。4は、見たけど、5から4っていうのが過去に1回ぐらいしか出てない。統計取り始めてからやけど、1回ぐらいしか出てないから可能性が低い。5と6は可能性がある。5回か6回ぐらい出てるから、一応6も入れとこっか。次、7。7はないかな。桁違いもないし、近い数字もないし、8は来る可能性。8もないん違うかな。難しいねんけど、8が来るパターンは、7、8、9が出た時が多い。あと、桁違いもないし、9は、ロト6はそんなに出てないから、予想はちょっと怖いな。10は、まあ、桁違い30出てるけど、30から10っていうのは、あんまりなかったと思う。30から10っていうパターン。30から20っていうのが多かってんけど、30から10っていうのはあんまりなかった。ないな。だから10は可能性は低いかな。次、11は一応可能性があるから入れて、12は、あ、でも11あれか。最近3回、3回じゃない、2回連続出てんねんな。やめとこうかな。でも一応入れとこうか。可能性はあるからな。次、12。12は多分ないと思うねんけど、2回前に出てるから。2回前に出てるから多分12は出ないと思う。わからんけど、出る可能性は低いんじゃないかな。次、13と14もないか。近い数字もないし、桁違いもないから。そして15と16は出る可能性があるから入れて、17はおそらくない。18、桁違いないし、近い数字もないからな。19も多分ないか。19は桁違いと引っ張りが多いから、そして20と21は来る可能性があって、22は多分ない。このパターンだと22は来ないと思う。23は出る可能性があるから入れて、24は桁違いが多いから、その来るパターン。桁違い出てないから24は可能性低い。25は正直、
1回目入れてんけど、5から25っていうパターン。ちょっと離れてるからどうかな。5から25。1回。何回出てるか。あんまりないかな、5から25は。見たところなさそうやな。ないな。だからやめよ。25はやめて。次26は、まあ可能性はあるか。16と36出てるから。そして27、28、29は可能性は低い。30は引っ張りがほとんどなかったから多分ない。31は来る可能性があるから入れて、32は最近ちょっと出過ぎてるから多分ない。最近3回連続出てるもんな。多分32はない。33は可能性がある。一つ違いで来る可能性があるから入れて、34と35はおそらく出ないかな。34は桁違いで来るし、35も36から35っていうパターンがあんまりなかったから、まあ、桁違いの5出てるけど、ちょっと遠いもんな。36は引っ張りがほとんどないから、ないと考えて、37は可能性があるから入れて、38と39は、まあ、可能性は低いと思う。わからんけど、出る可能性は低いに違うかな。40番台は多分出ないと思う。ここ最近40番台がめっちゃ出てるから、出る可能性は低いかな、40番台は。それでは、休憩して2口予想したいと思います。片足立ち30秒スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。反対。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。深呼吸。椅子の上がり下り運動10回3セットスタート。12345678910。2セット目。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。3セット目。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。肩の上げ下ろし運動10回3セットスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。2セット目。1、3、4、5、6、8、9、10。3セット目。2、3、4、5、6、7、8、9、10。
次は腕を大きく振る運動。50回スタート。1、5、6、次は足を上げて、反対の肘を当てる運動を10回3セットスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、2セット目。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、3セット目。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。よいしょ。それでは二口予想したいと思います。候補数字が5、6、15、11、15、16、20、21、23、26、31、33、37。この中から6個選びたいと思います。まず一口目。出る可能性がある数字は、そうやな、やっぱり21、21引っ張り出そうな気がするから、一つ目は21入れて、二つ目が23、22から23っていうパターンで入れて、三つ目が、31、また31が来そうな感じがするから、31入れて、4つ目が、15、5から15という桁違い。15が、わからんけど可能性はある。あと2つ。あと二つやけど、どれ入れようかな。33。32から33。33なんか来そうな感じがするんよな。でも分からんな。33しようか。33入れて、そして最後が5引っ張り入れてと。一口目はこれでいこうかな。1、2、3、4、5、6。続いて、二口目はと、どうしよう。二口目はどうしようかな。やっぱり21?21が出そうな感じがするから、21入れて、二つ目は11、21から11っていう桁違いを入れて、三つ目、15、5から15っていうパターン。そして四つ目が、16。ボーナス16出てるから引っ張りで。入れて、5つ目が、33。32から33っていうパターン。
そして最後が37、36から37。これでいこうかな。まあ、また明日確認するけど、まあ、とりあえず、今日はこれでいこうかな。一口目発表したいと思います。一つ目が5、引っ張りで、二つ目が、15、桁違い。三つ目が21、引っ張りで、四つ目が23、一つ違いで、五つ目が31、一つ違いで、最後が33、一つ違い。次が二口目。一つ目が11、桁違いで、二つ目が15、桁違い。三つ目が16、引っ張りで、四つ目が21。これも引っ張りで、五つ目が33。一つ違いで、最後の数字が37。これも一つ違いか。一口目自信があるというか、来るん違うかなと思ったのが、21と23と、あと、そうやな、31。この3つ。二口目は、21と、15。15じゃないわ。16。21と16と、あと37。このあたりかな。まあ、また明日、ロト6最終確認するけど、どうやろうな。昨日が、その10番台が全く出てないから、ボーナスで1個しか出てないから、多分次のロト6は10番台。何個か出るん違うかな。少なくても1個は出ると思う。本数字で。一口目は10番台1つ入れて、二口目10番台3つ入れてんねんけど、変更するかどうか。ここ最近は本当に2回目に変更することが多いからな。どうやろう。変更するかどうかわからんけど、まあまた、その、いい数字というか、これ来るん違うかなと思ったら変更するし、なかったらもうこのままで、木曜日のロト6勝負しようかなとは思うけど、ちょっと未定かな、今のところ。今2回連続当選してるから、次木曜日3回連続当選できるかどうか。でも3回連続当選したらかなりすごいかな。まっとうでもかなり難しいから、たった2口で。やから、5口でも3回連続当選ってかなりハードルが高いもんな。僕は2口しか予想してないから、かなり次の当選難しいと思うねんけど、まあできる限り当選できるように明日も予想したいと思います。応援していただけたらありがたいです。もう少し時間かけるかな。明日は数字確定させるから、そやな、もうちょっとじっくりと数字見ていこうかなって思ってます。今日はちょっと早かったかな。まあ、一応今日はこれで終わろうかな、予想は。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。